腹張ってる数年ポシャったこの怠惰が憎いが、まだこうしてベッドでまた寝腐っている。ここ最近調子は悪いが、いや本気はまだまだ。そう言ったのはこれで何度目のセリフだろう。無双さま部屋一重の嫁、学歴は中の下でご存知もてない、みんなにお三流お涙をどうぞちょうだい。僕ら優等生じゃないさ、センチメンタル愛なんて1年ルドのゲット140文字のポエムに放っている。これ相当にバッと決まったんなら不手に決まりだ。ただいつまでこうしてやり過ごすつもりだろう。負けいる燃えるいないもどんせ、逃げ足だけが得意のゲー、餌を待つのに口だけ達者、獲物には即座愛想。でベッドで死んだふりをしてる。くたばったらいっそ楽ちんだ、ならどうしてそうしない。そりゃ僕がこれっぽっちのヘタレだからだろう。あの噂のあいつがバズった、まあ正直狙った、ならこうしてベッドで僕は腐っている。ここ3人に調子もらうんだ、こんなならならこんななってくれ、明日からノーデンティサイズ。いやいや、これ大丈夫ライブでいいや。